どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですねクラクラやっていきたいと思います。僕ねほんと気になってたんですよ、これクラクラがアップデートされてから。エメラルド鉱山、このエメラルド鉱山って説明見てみると、希少価値の高い資源を鉱脈に通じていますと。まあ、しかし採掘は時間のかかる大仕事ですということで、僕ねこのエメラルドをこうなんか集められる機会欲しいなとか思ってたんですよ。来た、ついについに来たということで、ちょっと修理してみましょう。ポン。あ、1時間かかんの？でもさ、1時間さ、この動画さ、1時間雑談でさ、ねえ、雑談で繋げないからちょっと。49個。点 !49 個使って、49個回収すればいいんだよ。ポチン！いった！咲いた！咲いた！隠された宝石。咲いた。これはさ、どういう感じ？どういう感じ？ん？生産量。1日に 2.1 個？49個使ったから、何日かかんのこれ。25日ぐらいかかる、まさか。ほほほほ、マジか。でもこれ、アップグレードしていけば、まあ、徐々に、ほんとだ、1日に 2.1 個プラス 0.3 個。点いくつの世界だっけ、エメラルドって。いや、僕ね、超どうでもいい動画になっちゃったけど、こういうことだったんですね。なんでちょっと、さすがに今ない ?2 分ぐらい ?2 分ぐらいでしょ。さすがにちょっと2分だと、ま、おまずいので、ちょっと今日のバーサスなんかすごい、安っぽい企画だな。今日のバーサス。じゃ、今日のバーサス行ってみようか。僕ね、今、編成が、ジャイアチャでなってますね。ジャイアチャで、行ってみましょう、ジャイアチャ。バーサス！レディー！バーサス！さあ、行った。これは？ここに3つ、こう溜まってる感じだから、行くよ、普通に行くよ。もう、ジャイアチャの原理でしょ、これが。これ、ジャイアチャの原理だよね、これ、普通にね、単純に。さあ、今日のバーサス。待って、結構ジャイアント変の早いぞ。あーちゃん頼む、あーちゃん頼む。死んだ。早い。ちょっと待って、お兄さん。ラッツさんが、20%。おい、じゃあ相手見せてろ。リプレイ見ちゃおう、これ。相手もジャイアチャっすね。でも、ちょっと相手の方が、ちょっとあれ、待って、ガゴ入ってんの、相手。ん？あ、じゃあ、ガゴ変えたのか。普通にジャイアチャ。え？あー、これで、普通に力つけたけど、タンホール落としたってこと？あ、なるほどね。あ、そういうことか。はい。あ、うまいな、相手。なるほどね。ということでございました。いやー、今日ね、まあ、このね、エリクサーじゃなくて、このエメラルド鉱山みたいのがね、こうなんか願ったり叶ったりのね、1年で何個生産できるんだろうみたいな、そういう感じですけど、長年やってりゃお得になるって、これいいシステムだと思いました。ぜひとも皆さんも立て直してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただけると、私のモチベーションがクイーンと上がりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちら、まだね、クラクラ動画2本見られてないから、ぜひともおすすめ動画になってますんで見てみてください。ということで、ご視聴まだ無事。